良い良い良い。ビビ、こんにちは、川村一馬です。本日は、連載スタートに向けてですね、究極の二択に答えていきたいと思います。なんかね、もうおもろそうなのがもうダーッと並んでますけども、じゃあまあまあ早速好きなやつからやっていきましょうか、はい、君だ。ドゥーレン。お米がない世界に転生しちゃった、どっちを選ぶ？ A ごぼうが主食の世界、 B 玉ねぎが主食の世界。これ俺用にやってるでしょ、これ俺用に作ったんです。あの完全に当て書きでしょ。悪いなこれ、悪いですね。ごぼうも玉ねぎも苦手なの知ってたでしょ。悪いなこれ。ほらねえ、あれも B かも。ただ、米ぐらい切っておいてください。たらん。デートの約束に寝坊した。 A ボロボロでもいいから急いで待ち合わせ場所に向かう。 B 正直に謝ってかっこよく決めてから家を出る。あー、これは B かな。いやでも違うな、正直に謝ってっていうのがいいなと思った。シンプルに、これがね、正直に、いやマジでごめん、ちょっとほんまにグッてくだいけどもう急いで行くわっていう選択肢やったら最高でした。そうね、でも関係値によりそうやけどな。なんてボロボロ具合がちょっとわからんですよね。パッパッって準備できる自信もあるんで、まあ、どっちにしろ最低限の歯磨きとかいろいろするじゃないですか。だからそれの考慮したら別にボロボロっていう意味、なんかカジュアルなラフなカットでっていう意味でも成立するんだったら別に A でいい。ただごめんって一方は入れときたい。 A にしとこう。かっこいいよくある必要はない。ビビ、お付き合いするなら A 5歳年上、 B 5歳年下。自覚ありで自信持っているのは愛情のデカさぐらいなんで。社長、社長恥ずかしいな。彼女に向かって告白するなら、A パッと見おとなしそうだけど実はめちゃくちゃにぎやかな子、 B ド派手なスタイルだけど実は声も聞こえないぐらい内気な子。パッと見おとなしそう、ギャップいいかもしれないですね。僕もね、口数は多い方ではないけど喋るときバキバキ喋るんで、どっちかというと聞き上手とは言われることは多いですけどね。明日世界が滅亡するなら、 A メンバーとずっと行きたかった旅行、 B メンバーといつも通り練習。これ性格出るよな。